さんこんにちは。デパ地下グルメうまいもの調査隊のなおです。春ですね。春といえば入学や進学、就職などいろいろお祝い事が多い季節ですよね。この春から一人暮らしをするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなお祝い事の場にぴったりなお菓子があると聞いて、今日は新宿高野にやってきました。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらに春にぴったりのお菓子があると聞いたのですが、一押しの商品がこちらでございます。あ、色とりどりのものが並んでいます。早速調査したいと思います。よかったらどうぞお召し上がりくださいませ。こちらの方ありがとうございます。そちらサブレという形になっております。サブレですね。こちらはイチゴですか。はい、割とサクッとした形のサブレなので人気の商品でございます。春らしい色です。いただきます。とってもイチゴの味がしておすすめです。こちらもお召し上がりになってください、はい、バームクーヘンです。すごい色が可愛いです。いただきます。これはメロンですか。真ん中のところがメロンでして、端がバナナ、メロン、ブレンド3層になっています。3種類の味が楽しめるんですね、はい、おすすめでございます。本当にふわふわでとっても食べやすいです。こちらはマンゴーのお味でございます。結構しっとりしてるので食べやすいかと思いますが、はい、いただきます。果肉がしっかりと入ってますね。そうですね。結構ぎっしり入ってるんですが、そんなに重い感じでもないですし、味もすっきりしています。こちらは紅茶のお味のマドレーヌになってまして、紅茶いただきます。しっかりと紅茶の味が。そうなんです。割と茶葉を細かくしてまして、中に練り込んでるので香りだけじゃなくてお味の方もはっきりついてると思います、はい、とってもしっとりしてますね。これは食べる価値ありますよ。おすすめです。こちら右手の方からですね、果実ケーキ4種類のパウンドケーキになっております。で、真ん中の商品、こちらアルカンシエルと申しまして、3層になったバームクーヘンでございます。サプレの方も国産の天然パウダーの果汁を入れているので、かなりおすすめの商品になっています。こちらフルレーヌでございますが、しっとりしたマドレーヌなので、紅茶なんかもおすすめかと思います。新宿高野の焼き菓子ギフト、春の手土産にぴったりですよ。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来週。